ガジェットガジェットとは人類最初の原子爆弾。第二次世界大戦中におけるマンハッタン計画で製造された。最終組み立ては実験場近くにあるマクドナルド牧場にある小屋を借りて行われた。1945年7月16日、ニューメキシコ州アラモゴード砂漠のホワイトサンズ砂漠場における核実験トリニティで爆発した。 ガジェットの名は爆弾のような明らさまな名前にすると、マンハッタイ計画の目的を知らない人々から情報が漏れてしまったり、スパイ活動によりその内容が明らかになることを警戒し、コードネームとして付けられたものである。この原子爆弾は爆縮レンズを用いたインプロージョン方式のテストを目的として製造され、長崎に投下された原子爆弾。 ファットマンと同様の構造をしている。ただし、ファットマンのように空中からの投下ではなく、鉄製のタワーの上に備え付けられた状態で爆発した。ファットマン及び広島に投下されたリトルボーイは、このガジェットと並行して製造されており、トリニティ実験から1ヶ月も経たないうちに、日本に原子爆弾が投下されている。ありがとうございます。